カモメ型区船艇は海上自衛隊が運用していた区船艇の環球。昭和29年度計画で3隻が建造された。1950年代の時点では水中高速船の普及、原子力潜水艦の登場など新機軸の片鱗はあったものの、世界の潜水艦はまだ第二次世界大戦中の姿から出し切れない状態であった。 また対戦戦の様相を大きく変化させることになる対戦ミサイルや懲戒ヘリコプターなどの新技術はまだ出現し始めたばかりであった。従って適度な対戦捜作、攻撃能力を備えた苦戦艇は公安、海峡内市は近海の対戦防備には有力な存在と考えられていた。このことから昭和29年度予算の編成にあたって、 前年度に引き続きオク省が防衛分担金の枠から官邸建造費への振り分けを認めた際、保安庁警備隊は300トン休区選定8隻と60トン休区選定3隻を盛り込んだ。技術及び洋兵上の比較検討のため、これらの300トン休区選定8隻には指揮官に応じて3種類のバリエーションがあり、4隻は川崎重工製の高速軽量ディーゼル式。 三隻は、三井蔵先生の中速剣道ディーゼル式。一隻は、三井蔵先生の高速軽量ディーゼル式と、三菱蔵先生のガスタービン式を搭載するものとされた。このうち、三井蔵先生の中速剣道ディーゼル式を搭載するとされたのが本型である。なお、ガスタービン搭載艇は26ノット級の高速試験艇として、オツ型区選定。 それ以外の7隻は20ノット級の実用艇として、高型船艇と種別された。基本設計は、同時期の護衛艦と同様に、船舶設計協会によって行われており、計画番号は計101バイトであった。設計にあたっては、同年度計画の他の船艇と同様、大日本帝国海軍の第4号型船艇を設計のベースとして、これを、 アメリカ海軍の正式兵器に適合化させる形で進められた。戦型は第4号型と同じく平ら板型だが復元性、両派性、居住性向上のため強い視野を設けて艦首還元を大きく取り、また艦尾に向けて徐々に還元を下げて重量軽減を図っている。上部重量軽減のためマストや上部構造物にはアルミニウム合金が用いられた。 また、船体軽量化のため薄鋼板を採用し、一部には、高張力鋼も導入されている。基本配置測り型と同様であるが、機関区画については異なっており、仮型では、監修側から指揮室、補機室の順に配置されていたのに対し、本型では逆に補機室が前に来ている。このため、仮型では、 後部乾板室上に設けられていた煙突が環境に続く全部乾板室上に配置されている。煙突自体も仮型より背が高く、後部乾板室は小型構造となっているほか、船体中心線からやや左辺に寄せて配置されている。搭載艇は繊維強化プラスチック艇との過渡期にあたる4.5メートル級ポリエステル艇で、仮型とは異なり後乾板右辺側に搭載された。 主機関としては、三井造船が、デンマークの B&W 社とのライセンス契約の下製造した635ベブーマイナス45型に、サイクル単動直列6気筒排気ターボ下級機付き、トランクピストン型ディーゼルエンジンが搭載された。これは、前年度計画で建造された、オツ型警備船、稲妻の950ベブー60型の半分の気筒出力を持つ、 姉妹機関として開発されたものであった。事故逆転機構を備えており、推進機に直結されている。使用燃料は普通のディーゼル機関用の1号 A 重油であった。なお、機関重量は約21トンで仮型の約10トンと比してかなり大重量であった。センサーとしては同時期の護衛艦とほぼ同形式のものが搭載されたが、対空捜索レーダーは省かれた。 対水上捜索レーダーとしては、X バンドのアン SPS-5B をマスト上に、ソナーとしては2 5 5ヘルツ級、操作式の SQS-11A を4 0トル基重の直下の船底に装備した。兵装に関しては、アメリカ海軍が第二次世界大戦中に多数を整備した173フィート型区選定を、概ね踏襲しており、全甲板にマーク。 140mm 連装機銃、その後方の環境構造物直前には、ヘッジホックマーク10対戦迫撃砲が、また後看板には55式爆雷投射機と54式爆雷投下機場が、両下に一機ずつ配置されていた。マーク 140mm 連装機銃は、マーク63砲射撃式装置によって、射撃式を受けており、砲位板は、環境トップ。 射撃レーダーは、銃側装備とされていた。また、ヘッジ北洋弾薬は4正射分96発、爆雷は36個を搭載しており、環境前に、ヘッジ北応急弾薬庫、その直下の船底に、ヘッジ北弾薬庫、上部構造交端付近の船底に、爆雷庫が設けられた。なお、重心降下策の一環として、爆雷投下機場の先端は埋め込み式とされた。 カモメガタク戦艇3隻は、ハヤブサと共に、第肉戦隊を編成した。その後、地方隊の紹介部隊として活躍したが、戦型が小さく装備のアップデートが困難であった。ことから1977年12月1日までに、前提が除籍されて、運用を終了した。ありがとうございます。